なんとこの3年間で40兆円ものお金を海外でばらまいたんですよみたいなことをスカッと言う人がいるけど、それちょっと疑った方がいいかもしれない。自民党、公明党の現政権以前からもですけど、外国には数十兆円ってばらまくんですけれども、それはどこからお金が、そのお金出てるんですか。あまり何も知らないのでよろしくお願いします。そして将来日本にそのお金って返ってくるんですか、何か還元されるんですか、よろしくお願いします。ありがとうございます。これってね、一概になかなか、一言でなかなか言いづらいんですよ。何かっつったら、複数年、1年だけじゃなくて、例えば1回こっきりなのか、それともちょっと長い間1回こっきりワンショットでポンと出すのか、それとも複数年にまたがって出していこうかねなのかとか、いろんな形がこう混ざり合ってるので、一言で今年だけでもいくらお金を海外にばらまきましたっていう気持ちよくこう聞けるっていうか、分かりやすく聞けるってことがなかなか難しいんですよ。で、もちろんその中には直接もうこれを上げるお金というものも含まれてます。例えば対ウクライナとかそうでしょうね。でも一方で官民で共同でお金出しますみたいなものもあるわけですよ。で、その金額から見てどれぐらいのパーセンテージかとかっていう話は聞こえてこないんです。で、おそらくそれはまだ決まってないんでしょうね。で、一方でそれを貸す形で出す形もある。貸す形で出していくっていうようなケースもあるってことです。いろんなものが複雑に、いろいろやり方が入り混じってるので、一言で、なんとこの3年間で40兆円ものお金を海外でばらまいたんですよ、みたいなことをスカッと言う人がいるけど、それちょっと疑った方がいいかもしれない。はい。そこなんですよね。だから直接的にこれは上げるお金ですということで渡されてるものはもっと狭くなっていくとは思うんですけれども、でも関係性とかでおそらく貸してるお金としても後でこれ帳消しにするってことも関係性上あり得るかもしれないですね。例えばロシアとかそういうことやってましたよね。おそらく中国とかもやってるかもしれない。関係性をより強化していくために貸してる形のお金をじゃあこれ取り消しにするわと、ロシアがやってたかな、それごめんなさい、ちょっと失念してしまいましたけれど、そういうような外交していく上でのやり取りはあるかもしれないですね。ごめんなさい、すっきりしない答えでね、申し訳ないんですけれども、だからよくネット上とかにそういうものが踊ったりとかするけれども、それは一般的に皆さんが何かやり取りするのに使ってもいいんですけど、逆に言ったら私たちがそれを言うっていうのがなかなか難しいところではあります。はい、すいません、ありがとうございます。